はい、どうも哲学とです、今回もディアブロイモータルやっていきたいと思います。なんとですね、すでに、動画でもご紹介させていただいたんですけど、なんかショップの方のね、まあちょっとオーブの価格とかがね、2割かな、3割ぐらい高くなってるので、ちょっとね、きついなっていう部分はあったんですけど、こちらの結晶化したエコーがね、あと5日で、販売終了ということなんで、ちょっとね奮発して、オーブの方と、あと強化バトルパスですねの方を800円、買ってみました。まあね、なんだろう、このチャンネルも結局ディアブロイモータルで、まあ広告収益っていうのかな、結構いただいてるので、まあその分を、まあなんていうかな、ネタを提供していただいてる、まあ、ブリザードさんに還元するっていう意味ではね、まあささやかではありますが、ちょっと課金をねさせていただいてます。で、そうですね、スコリアの方もねだいぶ溜まって、今週のヘリクアリーもね今、ちょうどやってきたところなんで、ちょっとランクなんかも上がるかどうか見てみましょうかね。お、322、220で上がるのか。なんとかね、まあちょっとずつですが上げてきて、ランク27の方に、到達しましたね。はい。で、なんかね、とにかく、なんだろう、あんまり私たち世代って、なんか、デフレ経済に慣れてたんで、あんまりこういう、なんていうのかな、お金より物の方が物価が上がるっていうさ、状態ってあんまり慣れてなかったんで、私もちょっとね、かなり、まあ、生活的にはちょっと、ショックを受けることも多い。なんか特にやっぱり、今まで安く食べられてたお店とかが、まあ、100円、まあ高いとこだと200円ぐらい値上げになっちゃってるんで、まあね、なるべく自炊でと思うんだけど、結局なんだろうな、店で売ってる食品の値段も上がってるんで、これは苦しいなっていうのは正直ありますね。まあ、なんだろう、まあ致し方ないこととはいえ、なんだろうな、まあゲームの値上がりはね、まあ仕方ない部分もあると思うんだけど、なんていうのかな、生活に関わる部分ね、まあ電気ガス水道とかのインフラとか、あとやっぱり食品の値上げっていうのはかなりきつくてなんかね、まあ、かなりショック受けることが多かったんですけど、まあ今回ね話したいのは、まあそのことと同時に、まあ最近ちょっと気づいたことが、あって、実はですね、あ、ちょっとそうですね、せっかくなんでレジェンダリー紋石も使おうかな。そう、バンドルの方のパック買うとね、レジェンダリー紋石ももらえるんで、結構ね、あれ、まあ、回数は1回しか買えないんだけど、どうせ買うんだったら、あっちのバンドルの方でね、買ってあげると結構いいかなと思いますね。で、じゃあやっていきましょう。で、なんかおすすめの、副業ということで、今回ね、円安ドル高時代のおすすめ副業ということでね、ちょっとお話ししていこうと思うんですけど、なんかね、まあなんかいろんなものの値段が上がっちゃって結構悲しいなと思ってた時に、ふと気づいたことがあって、実はですね、YouTube のね広告収益がここ数ヶ月むちゃくちゃ上がってるんですよね。まあ、YouTube の広告収益って、具体的な額について話しちゃいけないとかって言われることあるんですけど、まあ、確定済みの収益とかについては話したりすることできるんで、まあ、その確定した部分の収益なんですけど、なんかね、普段だと、まあ、6、7、8月とかって、結構、収益は低い時期なんですね。なんでかっていうと、企業が広告にかける
お金をかけるときって、まあ12月とかね、3月っていう、いわゆる決算期、まあ、決算期に余ってるお金を、まあ広告につぎ込んで、まあ生産するっていうね、ことをやるんで、基本12月3月以外の、広告収入って結構安めなんですよね。なんだけど、今年の場合はなんかデータ見てたらかなり高くてですね、同じ再生数で比較したときに、まあ単価が高いと。これなんでかっていうと、まあ Google は米国の企業なんで、まあもう税金の処理とか皆さんやられてると思うんですけど、結局ドルを円に変えて、私たちの広告料って払われてるんで、ドル高円安の時ってもらえる円はね上がるんですよね。まあ、それもあってすごく広告収入が上がってるっていうね、ありがたい状況が起きてます。なのでまあ、このチャンネルでよくこういう話って雑談でするんだけど、なんかね、YouTuber おすすめですよっていう話ですね。まあ、このチャンネルはありがたいことにね、4000人以上の方に登録していただいてますけど、なんか、やっぱり一番言われるのは、なんか、1000人4000時間という言われる、広告がつけられるラインまで行くのが、むちゃくちゃハードルが高いっていう、話なんですけど、まあ、私自身は、まあ実はね、このチャンネル以外にも、このチャンネルも入れて6チャンネル、まあ実は、YouTube のチャンネルを持っていて、で、まあ実際に作ったチャンネルは10チャンネルぐらいあるんですけど、まあそのうちの6チャンネルが、まあありがたいことに収益化に成功してるので、なんていうのかな、おー、どうでしょうね、今回。お、またいてついた心来た。お、星5の5、いてついた心。嬉しいですね。これはって感じですね。おー、来ましたね、星5。さっきね、星5の2のやつはね、来たんですけど、まさか星5の5来ると思わなかったです。いやー、嬉しい。感激ですね。いやー、これは嬉しいですね。まさか。星5の5が来るとは思わなかった。まあ、なんか、一瞬雑談が止まっちゃいましたけど。まあ、今の部分だけ切り抜いてちょっと動画に上げとこうかな。まあ、いてついた心ね、実はね、もう一個出てるんで、まあ、それも使って、どうだろうな。強化してみようかな。いや、嬉しいですね、星5。5は。今ね、なんか特別なドロップテーブルみたいのついてるんで、まあ、結構ね、まあ、狙い目かなっていうところではありますけど、まさか。星5の2はさっき出たんで、2連続で来るとは思わなかったんで、むちゃくちゃ嬉しいですね。で、まあ、YouTube のチャンネルなんですけど、結構ね、私思うのは、マニアックっていうかね、ニッチな部分を狙うと、意外とね、まあ、どんな分野にも興味のある人はいるもので、まあ、1000人ぐらいは集められたりするんですよね。例えばなんかさ、自分がやってる仕事はそんな特殊な仕事じゃないから、っていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりなんだろうね、何年か、まあその業界にいて、
働いてきた方ならではの知識って皆さんあると思うんで、そういうのね、なんかなかなかこういう厳しい時期だからこそチャンネルにしてみるっていうのはすごくおすすめかなと思います。まあ販売やられてる方だったら販売のノウハウとかさ、あとまあまず最初にこうその職業に就くためにはどうしたらいいかとかね、面接のテクニックから始まり、一通りなんていうかそのまあ業界の知識とかさ、ネタはいくらでもあると思うんで、なんかねそういうお仕事チャンネルって意外といいと思うんですよね。私ももともと IT 系の仕事してたんで、まあそのチャンネルも一個あるんですけど、まあそういう業界の入り方とか、あと仕事の進め方とかね、あとその業界の中でステップアップするために何が必要かとかさ、そういうことを話すだけでも実はすごくね、あのニーズがあったりするんで、なんだろうな、 YouTube って本当にアイディア次第でお金にならなかったものがお金になったりする世界なんでね、まあ、もちろんペットを映してるだけでもさ、まあ今だとね、まあそういうペットチャンネルも流行っちゃってるから、単純に自分のペットを映してるだけで、まあ伸びるかどうかっていうのは怪しいし、あとまあペットチャンネルとか、まあ動物扱うチャンネルとかはね、特にまあ子供を出演させるチャンネルと同じで、やっぱりそのペットをちゃんとさ、保護してるか、要するにまあ虐待的な扱いしてないかとかさ、そういうところもむちゃくちゃ厳しくね、まあ言ってくる視聴者もいるので、なので、まあそういうチャンネルって難しいけど、仕事のチャンネルとかだったら、まあもちろんやり方って人によって違う部分もあるだろうし、会社が違ったら少し変わる部分もあると思うんだけど、ただその基本的な考え方とか、まあその、皆さんがね、培ってきた働き方のノウハウみたいなものっていうのは意外と他の方の役に立ったりする部分もあるんで、そういうのを一通り語る動画を上げるだけでも意外とね、登録者まあ数百人のところまではいけると思うんですよね。なのでなんかぜひね、この不況の時だからこそ YouTube っていうやり方もあれなんじゃないかなと思ってます。で、まあ YouTube の非常にいいところっていうのは、まあ基本的に初期投資がかからない。まあパソコンがないとかっていう場合はパソコン買い直すってこと必要だけど、まあ最悪携帯でもできる。ただまあ編集とかそういうことって毎日やっていくことになるんで、まあやっぱ携帯で編集するとか、凝った編集をするとかサムネ作るってなかなかきついので、そうなるとパソコンはあった方が、まあ最終的に楽になるので、まあパソコンはあった方がいいんですけど、まあそういうのがなくてもね、おお、星1もありがたいですね。なので初期投資なしっていうか、まあ結局どんなビジネスも、例えば店舗構えるとかだったら、まあ投資が必要になるわけなんですけど、 YouTube ってノーコストで始められる。まあ最悪スマホでね、動画撮るだけで始められるわけじゃないですか。で、さっき言ってたような、その仕事のノウハウについて語るとか、そういう動画ってそんな凝った編集をする必要もないと思うんで、まあまさにこのチャンネルって、まあ基本的に、まあ私のメインチャンネルのサブチャンネルっていう立ち位置で始めてるので、まああんまり凝った編集を基本的にはするのやめようっていう方針でね、動画を撮ってるんで、まあ噛んだりとかしたところとかもね、本当は切った方がいいんだろうけど、まあ切ることよりは、なんかこう毎日ちゃんと続けられるってことの方もね、重視してやらせていただいてるので、まあ多少そこが見苦しいっていう部分もあるとは思うんですけど、なんだろうな、それでもコンテンツとしては成り立つんでね、なんだろうな、まあ本当にアイデア次第、なんか自分が物を作るの好きだったら、その趣味についての動画でもいいしね。なので、まあ、あと、なんだろうな。こういう話をすると、いや、そんな収益化甘く考えてるとかね、そういう風に言われちゃうかもしれないんだけど、最悪、お金にならなくてもいいじゃないですか。
自分なりの一つの趣味として、まあ、例えばディアブロやるのが趣味っていう人もいらっしゃると思うんですけど、その一つに、まあ、自分のディアブロでの活動の軌跡をさ、日記形式で載せるようなチャンネル、まさにお前のチャンネルじゃねえかって言われちゃいそうなんだけど、それでも私はいいと思うんですよね。だからあんまりハードルを上げないでやってほしいなと思うんですよね。私もまあ実は受験のねチャンネルをまあ昔の学生時代の友人とねやってるんですけど、そのチャンネルってもう登録者25万人ぐらいいるねチャンネルに今ありがたいことに成長してるんですけど、なんだろうな、やっぱりうちの相方なんかはねかなり投稿ハードルが高いんですよね。まあ、こんな動画上げたらなんかみんなの評価が下がっちゃうんじゃないかっていうんで、逆に動画が上げられないみたいな。まあそれ私も哲学のメインチャンネルそういう状態なんでそうなんですけど、最初はとにかく投稿ハードルを低く持って、まあこういう動画でも人に役に立つかなっていう動画があったらどんどん上げるような形式でいいと思うんですよね。で、ある程度認知度が上がってきて、まあ1万人とか超えた段階でね、まあしっかりとした編集、あと企画っていうのを作っていくような感じでもね、全然私はいいとは思ってるので、まずはやっぱりそもそもニーズ自体をまあ知らないってことの方が多いんで、なので動画を作ってみて、まあ例えば最初は一桁再生、5回とか6回とかしか再生してもらえないんだけど、ある時扱ったネタがたまたまバズったりとかね、そういうシーンがまあ何度もあると。なのでまあそのバズった動画がなんでバズったのかなっていうのを分析してあげるだけで、まあ1000人までは結構ね、まあ1年あればいけるぐらいの道のりなので、なんていうのかな、私もそうですね、6チャンネルやってて、どれもだいたい最初のチャンネルは2年ぐらい収益化するのに時間かかったんですけど、それ以外のチャンネルは、まあこのチャンネルも含めてね、だいたい本格的に投稿して1年以内にはね、遅くとも収益化できてるので、まあぜひ、なんていうのかな、少しでも興味がある方はね、やってみてほしいなと思ってます。まあ結構私、この人 YouTube に向いてるなっていう人とかをさ、なんか YouTuber に勧誘したりとかすることもあるんだけど、まあそれはそれですごくその人にとって負担になっちゃったら嫌なんで最近言わないようにしてるんだけど、だから意外と、だから私なんかもね、まあ今こうやってトーク聞いてて、まあ話し方下手だなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、こんなのでも、まあ、例えば情報を集めるのが好きとかさ、あとまあそもそもディアブロってゲームが好きとかっていう理由だけでも続けられたりするのでね。なので、なんだろうな。まあ続けられるコンテンツでやるっていうのはすごく大事だとは思うんですけど、あれ？これ、あれですかね。なんか今話しながらだったんで、最後まで行っちゃったけど。最後の箱を開けたということは次の回までいけるんじゃないのこれ。あ、いけますね。とにかくね、継続することが一番大事なんですよね。それが一番通じないところでもあるんですよね。結構何名かの方からこうチャンネル伸ばしたりするのにどうしたらいいんですかって話を聞かれて、いろいろテクニカルなことももちろん私もなんていうのかな、お伝えしてきたんですけど、なんかね、そのテクニックのことよりも第一にまず続けることなんですよね。なんていうのかな、 YouTube って結局、雨乞いの踊りと同じなんですよね。またなんかやべえ話し始めたぞと思われるかもしれないんですけど、
原住民の人が、雨乞いの踊りをやるとね、100% の確率で雨を降らせられるんですよ。で、まあ、それの理由って何なんですかっていうさ、まあ、クイズというかさ、謎かけみたいな話なんだけど、皆さんちょっと、何が理由だと思いますかね。お、13まで上がりましたね。で、まあ何をやってるかっていうと、雨が降るまで踊り続けるんですよ。雨乞いの踊りって。だから 100% の確率で雨が降るわけですよね。なんで、それとも同じで YouTube っていうのも、まあ、1000人行かせたいと思ったら1000人行くまで何があっても動画を上げ続けるっていうことをやればいいだけの話なんですよね。まあ、それで私も実際6チャンネル、まあ収益化に今成功しているので、まあもちろんなんていうのかな、違法なものはダメですね。何かの動画を転載したりとか、あとまあそもそも YouTube に上げちゃいけないような、アダルトなコンテンツ上げちゃったりとかね、そういうのはもちろんダメなんだけど、ルールを守った範囲でとにかく動画を上げ続けるっていうことをやるだけで、必ず1年後にはまあ必ずとは言えないけど、方向性さえ間違ってなければ、収益化は可能ですので、ぜひね、騙されたと思ってやってみてほしいなと思ってます。なんだろうな、まあ、YouTube って、まあ、収益化できる人って、10人に1人だとかって言われたりして、まあ、実際それぐらいの比率っていうのは正しいんですけど、なんでかって言ったら、10人中9人は続けられないんですよね。だから、結局続けるのが一番難しい。私もやっぱりメインチャンネルの中、まあ、収益化したチャンネルでも毎日更新しているものもあれば、まあ、月1しか更新しないものもあるし、しばらく更新を休んでるっていうチャンネルもあるんで、まあなので6チャンネル全部、あ、6チャンネル全部を毎日更新するっていうのはやっぱり無理なんですよ、物理的に。なんだけど、一度1000人に乗っちゃえば、なんだかんだでその各チャンネルが収益をもたらしてくれるのでね。あと、時期的にそのチャンネルが伸びない時期っていうのもあるんですよね。まあ、ディアブロとかだって、まあ、だいたいこうシーズン性があるものだったら、シーズンの始まった時っていうのは、まあ、そんなに大した動画じゃなくても再生回数伸びるんだけど、まあ、シーズンがもうすぐ終わるよっていう時期になると、かなりいいネタでも再生してもらえなかったりするんですよね。なので、なんていうのかな、1チャンネルだけやってるとどうしても、そういうズレとかさ、あとまあ、結構聞くのは、まあ、登録者が何人減ったとかさ、増えたとか、そういうことすごく気になっちゃうっていう人もいるんだけど、まあ、ぶっちゃけね、YouTube の登録者って、まあ、1000人超えてれば一緒なんですよね。20万人だろうが、1000人だろうが。基本的には再生回数が回るか回らないかによって広告収益決まっちゃうんで、違うと。ただまあ登録者っていうのは、まあファンなんでね、当然、20万人のチャンネルの方が稼げるのは当たり前なんだけど、でもあくまでもやっぱり再生数が大事になってくるんで、なので、基本的には1年を通して、まあ、トータルでね、自分の納得のいく成果が得られればいいので、あんまりその一月の出来とか、まあ、今やってるシリーズがあまりハマってないとかね、そういうことは気にしない方がいいのかなっていう気はしますね。それに、まあ、いろいろと自由にいろんなことを試せるっていうのも小さな、チャンネルならではのね、持ち味だったりもするので、なのでね、ぜひいろんな動画、試しに作ってみるみたいな感じでやってみてほしいなと思ってます。
まあ円安なのでね、どうしても。まあそういった形のアドバイスにはなっちゃうんですけど、まあこんな円安ドル高の時代だからこそ、YouTube という副業おすすめかなと思っております。でまあ最後にね、まあいいことばっかり言ってもあれなんで、まあただこれもあんまりいい兆候じゃないんじゃないかなとも、正直思ってるところがあるわけですね。なんでかっていうと、まあ先ほどお伝えしたように、まあ Google は米国の企業で、そこから、ドルを円に変えて支払うので、円が多くなるっていう理屈はお話ししたんですけど、まあ皆さんね、YouTube 見ててわかると思うんですけど、日本人の人には、日本語の広告、つまり日本の企業が出している広告っていうのが表示されていると思うんですけど、ということはですね、アメリカの企業が、日本の動画に、広告をつけてるわけじゃないので、何が起きてくるかっていうと、今年の12月とか3月に、まあ、例えば、なんだろうな、普段50万円で50万回、広告を表示させるっていう広告を出稿してた会社があったとして、で、今回、50万円で出稿するとね、30万回しか再生、広告を表示できないとなった時に、なんだ、あ、じゃあ75万入れて、50万回再生してもらうようにしようっていう風にはならないんですよね。なので、何が言いたいかっていうと、今度は、広告を出す出稿側からすると、逆のことが起きてくるわけですね。今までは安いお金で出せた広告が、たくさんお金を払わないと同じ回数だけの広告を表示できなくなっちゃうんで、だったらそもそも広告の量そのものを減らそうっていう考え方にもなっちゃう可能性があるので、なのでね、一時的に広告収益増えてるから YouTube おすすめですよっていうのも単純には言えないんですよね。ただやっぱりね、特に私、まあ年末にやってる、まあ1000人以上の方対象の YouTube アカデミーというね講座があるんですけど、そちらの中の教育系 YouTube の部門でね、講師をさせていただいてるので、まあ人によってはもしかするとそこで実際にお話しすることもあるかなとは思うんですが、結構それで考えがちなのって、なんか再生数の奪い合いみたいな考え方をする人っていうのがいるんですね。で、まあ他の YouTuber の足を引っ張ってみたりとかさ、そういうことをやり始めたりとかする方いらっしゃるんですけど、まあ、そういう考え方ってね、基本はダメなんですよね。なんかパイが決まった考え方、決まった数しかなくてそれの奪い合いだって考えちゃうと、まあダメなわけなんですよ。なんていうか、まあどっちかっていうとね、 YouTube のチャンネルは、ウィンウィンな関係で伸ばしていくっていうのが鉄則なんですよね。だってやっぱり例えばさ、有名な人がディアブロ取り上げてくれたら、その関連動画として、自分の動画が上がることもあるんで、プラス以外の何者でもないんですよね。そうでなかったら注目度が上がらなかったジャンルに注目度が来ることになるんで、なので基本私はなんかディアブロ解説者とかディアブロ実況者どんどん増えたらいいなと思うし、まあ見る側も結局選択肢が増えるわけじゃないですか。まあ、最近私あんまり配信できてないんだけど、まあそういう時でもまあ私のフレンドさんとかね、まあたまに、配信で一緒にコラボさせてもらってる人なんかが配信がねできたら、それだけで OK だと思うし、なんかお小遣いな、1000人になってお小遣いになったらいいなとも思ってるんですよね。だから基本的になんていうか、まあイモータルもそうなんだけど、
新人とか新しい人、人が増えていかない業界っていうのは衰退していくので、なので、まあ基本競争原理で考えるよりは、まあお互いに協力しながら、まあ伸ばしていこうっていう考え方をした方が、まあお得だよと。それに、なんていうか、精神衛生上もそっちの方が良いでしょっていうことをよく言うんだけど、なんだろうな。まあなかなかこれもさ、なんか、綺麗事を言ってるって言われちゃったらそれまでなんだけど、まあぜひね、なんかそんな風な、感じで、まあ一人でも、なんていうかな、面白い YouTuber 増えたらいいなと思いながら、今回の雑談は、締めていこうかなって感じですね。はい。いや、まさかのね、星5の5が来ると思わなかったんで、いや、嬉しいなぁ。まあまたちょっと強化とかもして、まあ共鳴値の足しにできたらいいかなと思っております。星5の5って強化するのどんぐらい素材いるんですかね。ちょっと怖いから見てみようか。へえ、なんか嫌な予感するんだけど大丈夫かな。ドキドキしてきたよ。星5の5って強化するのどんだけ素材いるの。50もいるの？ランク2にするだけで。いやー、やべえな。いやー、怖えー。これ使ったらどうなのかな？石化したがあるんだけど、怖いね。熱で溢るはこのまま置いとくとして、なんか怖いね。アンロックしといて、なんか怖いね。ランク2、まあ石化した肉片使わないかなっていう気もするんで、いやー怖っ。ちょっと使ってみ、強化してみようか。
であと75なんだよね。すごいな。いやー怖まあ、とりあえずこれにしときましょうか。で、そうだな、強制死、うん、75なのかこれ。だいぶ上がりましたね、攻撃力ね。うわー、なんとか共鳴が700近くまで上がってきましたね。うわー、これすごいな。いやー、ちょっと怖すぎるんで、まあランク3は今度上げていこうかなって感じですね。いやー嬉しいですね。おお、攻撃もダメージも受けずに5秒間いると、あーこれいいね。ちょっと待って、むちゃくちゃなんか今回ついてるかもしれない。一気に上がった。いやー一気になんか100近く上がってましたね。いやー嬉しいですね。で、根毛の方もね、ついてるので。結構いいじゃないですかね、これ。ソレイ召喚がどんな感じかちょっと見てみたいですね。いやー
エルダーリフトやってる人いるのかな。あーあ、パーティーが満帆。ちょっと一回やってみましょうかね。えぐ、すごやばいっすね。それがやばい。これ結構すごいかもしれない。あー、こういう感じなんだ。おー、すごい。これは感動しますね。うわー、だいぶ課金した甲斐がありますね、これ。おお、いい感じ。いやー、こういう感じになるんだ。すげえ。これは良きですね。これが星5の5の威力か。いやー、ランクアップきつそうなんで、まああと1段階ぐらいかな、頑張ってあげられるかなと思いますが。やばいですね。世界観が変わりますね。稲妻がすごいね。こういう効果なのかな、こういう効果なのかなとかって言ってるのはやばいんだけど。凍てつく障壁発動する、これあれか、ソレイの効果かな。むしろコンモの効果かも。すごいな、これ。
こうモディファーの効果かもしかしてファンにその可能性もあるね。いやーでもだいぶ火力上がりましたね。モディファーの効果の可能性もあるね。永遠の苦痛出ましたね。いやーこれはかなり火力アップになりましたね。はい、まあ今回はちょっとね、まあ一足早い、まあ、年末課金みたいな感じでちょっとお金入れてみたんですけど、まあそう予想外の収穫があってね、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、まあ自分へのご褒美みたいな感じとしてはね、いいかなと思いますね。まあこれを励みにまた妹の方もやっていきたいなと思います。まあ今回はね、円安ドル高時代の副業ということでいろいろお話ししてきましたが、まさかのブツがドロップしてしまったので、まあそちらの方もねお見せできてよかったかなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。